はい、皆さんこんにちはこんばんばはここみチャンネルのショーが今日は心の炎を燃やせ根性と情熱悪友という人物をお届けいたします、まあ、今回の,あの、まあ、タイトルにもあるように、まあ、悪友さんですよね、まあ、悪友さんは、えーまあ、何度も何度もお会いしてですね、まあ、いろんなことを、まあ、私はもう PayPay ペペの時だったので ただ話を聞くだけ、伺うだけということですね。あの、まあ、いろんな、まあ、いろんな、あの、偉い人ばっかりの、ね、会合とか集まるところとか。まあ、あとは、阿久さんが作詞をして、うーんってないながら、まあ、その横でちょっと見ていたりとか。まあ、そんな感じで、ね、まあ、ポツンと私が行って、ま、阿久さん、あの、一生懸命、なんかいろいろ。 いろんな人と打ち合わせしたりね、まあ喋ったり、まあそれをただ見ていたんですけど、まあ口を挟む余地はない。怖いですよ。怖か、いや、怖かったんですよ、その時。うん、怖い感じの人だ。まああの、まあ話はね、あの、ちょこちょこっとしたことがあるので、まあ優しいですよ。優しいけど、雰囲気は怖いですよ。本当にね。うん。まあ他の人たちも、まあいろんな怖い人いましたから、まあその方たちもすごい人たちばっかりで、まあおいおいね、 あの、お話ししたいと思いますけど、まあ、あの、悪友さんに限っては、まあ、まあ、みんな天才っていうじゃないですか。確かにね、あの、最初あの人はね、あの、もう随分、もう本当出だしですよ。若手っていうか若い時は、あの、コマーシャルの世界とか、あと脚本とかね、CM のあの、その絵コンテとか脚本とか書いてたんですよ。で、 食べていけないからね、もうあの最初から作詞家じゃなかったんですよ。何を目指していいかよく自分もわかんなくて。で、まあ、CM 関係の CM 業界で頑張ってたんですよね。で、絵コンテ書いたり、企画を作ったり、まあ脚本書いたり、まあ CM の世界ではだん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 名をのしてきて、で、なんかね、ひょんなことからね、その CM の歌の、なんか詩を短いけど書けないか、お前書いてみるよってことになって、なんか書いたらしいんですよ。 で、そっからなんですよね。作詞家としてのデビューっていうのはね。で、あ、これはなんか面白いな。自分に合ってるなと思ったらしいんですよ。なんか短い文章を書くっていうのが合ってたんですね。もともとは、あの、本人はね、若い時から、あの、明治大学の文学部を卒業してるんですけど、あの、小説家になりたかったんですよ、ずっと。で、だけど、 なんか自分にはまあなんか短いのが合ってるなーって長いの書くと途中で飽きちゃうらしいんですよね。で、そうか、こういうのが合ってるのかと思って、まあ一生懸命やっていったら、まあヒットがヒットを生み、どんどん仕事が舞い込んで、まあ作詞家悪友が出来上がったんですよね。うん。でね、あの、まあいろんな曲作ってまして、まあ、天性のものはもちろんありましたよ。だけどね、本当にね、あの、阿さんに会うたんびに、 本当に一生懸命情熱すごいんですよ。燃えてましたからね。本当に。あの、要するに言葉一つ一つ。あとは、まあ、どういうふうにこの歌い、まあ、歌いって昔はね、あの、が先なんですよ。だから、阿久さんが書いた詩に誰かが後から曲をつけるんですよね。だから、あの、とても重要な、まあ、ポジションなんですね。歌を作るときに。 で、死に物語がなきゃいけないって散々言ってましたね。もう、死には、まあ、もともと小説家志望なので、死には物語がなきゃいけるんですよ。もう、人間の生き様がないとねで。そうじゃないといけないんですよ、絶対に。と言っていって、作って、まあ、テレビでもね、あの、悪竜って出るじゃないですか、作詞悪竜ってね。で、笑って許して、 きっと飛ばしましたよね。和田アキ子さんのね、笑って許してっていうね、あれでバーン出たんですよ。でもう次々ですよね、ピンク・レディーの曲は作るし、ペッパー・ケーブってやつですね。で、澤田賢治、勝手に仕上がれ。もう日本レコード大賞ですよ。でもう波に乗って乗って乗ってですね、もうあのシンデレラ・ハネムーンとかね、いろんなもん作り、 あとはアニメの、まあ、主題歌もね、宇宙戦艦ヤマト、宇宙戦艦ヤマトってやつですよね。あれも作りですよ、まあ。あらゆるものを作り続けて、走り続けて、津軽海峡行き江とかね、石川さゆりさんのね。で、どれぐらいの時かな。まあ、もうヒットを重ねてやっていって、それでもまた、 きっとね、出さなきゃいけないじゃないですか。で、詩を書いていたんですよね。で、一生懸命書いてて、うーんって言いながらね、こうかなーってね。で、その時に、まあなんかお茶を飲む機会があって、お茶をみんなで飲んでいて、で、なんかね、写真の話になってるんですよ。で、みんなそこを偉い人ばっかりで、あんまりちょっと名前は言えないんですけど、みんなが、うえって驚くような人ばっかりがそこに5、6人いて、みんな先生ですよね。 でその人たちが、ああ、アクちゃんさって、まあ、アクちゃんとか言うんですよね。アクちゃんと呼べる人の方が立場上だったんですけど、すごい人なんですよ。あの、アク先生っていう人もいますけど、アクちゃんとか言う人もいて、で、どういうふうにさ、知っていつも作ってんのっていう話になって、いや、うん、どういうふうにって言われても困りますね。なかなか難しいですけど、 例えば、石川さゆりさんに提供した津軽海峡雪景色だったら、もちろん津軽海峡まで足を運んで、まあ、納得するまでそこにいて景色を見て、で、その周りを歩いたり、まあ、いろいろ、まあ、探索ですよね、それをして、うん、まあ、いろいろそこで、そこでできる時もあるし、帰ってきてできる時もあるし。 まあ帰りの電車の中でできる時もあるんですよ。っていう話をしたんですよね。で、私は、まあ、その、ちょっと本当に奥の方で座って、その話を聞いていて、ああ、そっか、と思いながら、なるほどな、と思って。で、なんかある、そこの中の人がね、一人がね、あの、アクちゃん、あれなのなんか写真とか撮ってくるんでしょもちろん。って言ったら、いや、僕は写真が嫌いなんですよって言ったんですよ。 で、その時は私あの、フィルムの時代だったけど、写真が大好きだったんですよ。で、え、写真写真撮らないえー、と思って、なんかね、ちょっと驚いた顔したんですよねそした。そしたらね、あの、アクさんが僕の方を見て、何、写真に興味あるのって聞かれて、いや、あの写真好きなんですよ。いろいろ撮るのは。ああ、まあ、趣味程度でやるのはいいけど、 写真はね、あんまり撮らない方がいいよって言うんですよ。で、みんなが、その周りにいた人もね、えぇ、ー、なんでっていう顔して、えぇ、ー、って、なんかちょっと驚いたんですよね。でも、僕も驚いてで、な、なんでですかって聞いたんですよ。そしたら、ああ、まあ教えてあげるよって言って。だから、あれなんですよね。あの、僕はすごい新米で、すごいまだ若かったんですよ。で、そこで、あの、 周りの人たちって、同じ立場かもっと上なので、説教になっちゃうじゃないですか。で、説教する人間って僕しかいなかったんですよ、そこに。あの、一番若いのが。ペーペーなんでね。で、ああ、じゃあ教えてあげるよって言われて、で、周りの人はもちろん興味津々で聞いてるわけですよ。で、周りの人はあの、作詞家の先生は一人いて、あと全然作詞家じゃなかったんですから、まあみんな興味あ,あるじゃないですか。で、聞いてて、で、あのね、 まあ、例えばあれだよね。津軽海峡に行った時に津軽海峡荒かったんだよ。波がさ。荒いんだよね。荒い波を見てさ、何を思う荒い波を見て何を思うんだいや、どうですかねなんか自分が生きてきた今までとか、そういうのを回想するんじゃないですか君は、君センサーがね、そうなんだよ。人はね、荒波を見たらね、 過去を振り返るんだ。過去をね。過去を振り返ってね。いろいろ思うんだ。いろいろ思うんだよ。で、その荒波を見る。その見る写真に撮る。ダメだろ、それ。ああ、そうですね。って思いながら、この人なんか岡本太郎みたいだなと思ったんですよ、その時に。<laughs> 岡本太郎さんもそんな感じだったんですよね。あの、なんか爆発みたいな。なんか似てるんですよ。すんごい。で、 ああ、そうなんですか、って言って。え、じゃあ写真、でもあれですか、あの、じゃ写真撮んないで、あの、でもなんかその時の風景撮っとけばよかったなってなんないですかそこなんだよ。そこなんだ。だからね、僕はね、津軽海峡の景色をね、心の目でシャッターを切ってきたんだよ。って言ったんですよ。心の目でシャッターを切ってきた。 いや、もうね、やっぱ作詞家、もうこの人天才だなと思いましたよね。だからね。やっぱ作詞家で一流なんですよね。その会話の中にさっとそれが出てくるんですよ。そういう言葉が。学びましたよ。だから、もう金魚の糞みたいにくっついてましたよ。だから、あの、学んで学んでですよ。本当に。ただね、無口なん <laughs> ですよ。本当にね。あの、 あんまりね、口数は多くなかったです。だけどね、絵が得意なんですよ。アクさんは絵がうまい、うまかったんですよ。あんまりみんな見たことないですよね、アクいうの絵って。もしかしたら作詞するより絵の方がうまかったかもしれないぐらい、絵が上手、本当に。絵が上手で。で、なんか作詞の詞を書くじゃないですか、出来上がったの。絵みたいなんですよ。 本当に、あの文字がね、なんだろう。絵みたい、本当に、ね、絵みたいな文字なんですよ。書くのが。漢字もひらがなも。はあ、すごいなぁと思いながらね。芸術家でしたね。だからね。いや本当あの、作詞家じゃないんですよ。芸術家だったんですよね。本当に。幅広かったですね。だからね。ピンクレディーは作る。ね。ピンクレディー作って宇宙戦艦ヤマトですよ。 で、宇宙戦艦ヤマト作って津軽海峡冬景色ですよ。なかなかね、それほどの幅を持ってね、いろんなものを作るって、なかなかね、今もういないですよね、そういう作詞家の方はもうもうい今いなくなっちゃいましたよね、もう本当。今ね、なんでしょうね、やっぱり心に響く物語があるその詩っていうのは、もう書けないでしょう、なかなかアキューさんみたいなのはね。 うんあそうそうあのねあのお,お仕事でね鈴木ひろみさんってもう亡くなりましたけどあのもう散々お世話になったんですけどねで鈴木ひろみさんとねそのあくゆさんの話ちょこっと出てしたことがあって「お前何知ってるの?」って言われて「ははい」って言ったら「俺のさデビュー曲さ 悪友なんだよって言われて、本当なんですかって言って、本当だよ、あのさ、朝まで待ってないっていう歌なんだけど、本当にあの、さん初めて書いた詩じゃないか、あれって言って、で、後から悪友さんに聞いたら、ああ、そうなんだよ。え、なん鈴木宏ちゃんあったのって言うから、ああ、あましたって言ったら、あれが始まりなんだよって言われて、わあ、不思議な縁ですよね、だけどね、本当にね。まあ、そんな話がありました。 悪友、天才プラス、もう根性と情熱の人だったんですよ。寝ないでね、二日三日寝ないで仕事してましたよ。あの時は当時は当たり前だったのかなみんなそうだったかもしれないですけど、もうフラフラになりながらね、本当にもう根性ですよ。で、情熱凄まじかったですね。もう燃えたぎるような情熱だったんですよ。本当に。燃えるようなね。 うんなかなか今どうですかそういうふうな形でその作品を。まあだから命を削って命を塗り込めて詩を書いてたような感じだったですよ。本当にね。今そういう人がいるかどうかってね、どうなんだろういるのかなね、不思議ですけどね。時代は変わったのかもしれないですけどね。まあもう悪友さんみたいなでも作詞家は多分もう出てこないと思いますよ。本当に。 人間が違うんですよね。人が。あの、お金じゃないんですよ。とにかく。なんかね、もうとにかく、なんか情熱を燃やして、自分の力を試したいっていうんですかね。あの、まあ、どこまでいけるかっていうことで、最後まで。で、後にね、あの、作詞がもう飽きてきたのかな。もうこれで、まあもう十分だと思ったんでしょう。 あの瀬戸内少年野球団とかね、小説を書き始めて、あれ、アキューさんなんですよ。で、いろんな小説をにも何冊か書いて、満足して、まあ、もう旅立っていきましたね。うんまあ全力を尽くした人生だったと思いますよ。70歳ちょうどだったかな。ということで、今日はですね、心の炎を燃やせ、根性と情熱、アクュという人物をお届けいたしました。 チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。